何わ男子から国民を守る党の広報部の伊藤です。何わ男子がまたやらかしたそうですね。これについて思ったのは、許せないっすね。なんでかっていうと、薄すぎるからっすね。正直なわ男子をわこんっすね。早く消えうせろ何わ男子。うざいんだよ。でっかす。 デッコスこれはひどい寝相だアパホテルに失礼だな Because. Because. 以上なにわ男子から国民を守る党の伊藤でしたチャンネル登録とよろしくお願いいたします